皆さんこんにちは。いつもご視聴くださいまして誠にありがとうございます。すでに報道されているように、北海道新幹線の並行在来線函館本線余市駅から小樽駅の区間のバス転換が事実上決定し、これにより長万部駅から小樽駅のバス転換が決定したということになりました。大まかな事実は報道されている通りですが、北海道庁の公式サイトには道、小樽市、余市町と報道機関との一問一答がすべて公表されており、この結論に至った詳細な経緯、今後の流れが記されています。今回はこの資料に目を通し、余市町、小樽市、北海道庁それぞれの考え、そして北海道は余市町に対しどのようなことを約束し、なぜ余市町はそれを受け入れたのか、そして今後のバス転換はどのように進められていくのか、少し長い動画になりますが、今回はこうした内容についてより深掘りして解説していきます。それでは資料を見ていきましょう。まず北海道庁の担当者である北海道交通企画官による今回廃線を決定した理由についての説明です。今後の後志地域の経済観光などを俯瞰的に見た際に、利便性を高めるべく新幹線の各駅や後志自動車道の各インターチェンジ等を結ぶ交通ネットワークの整備が一層重要と考えている。余市小樽間の鉄道存続にあたっては巨額な初期投資や将来にわたり多額の運行経費が見込まれ、沿線人口の減少に伴い2018年度の輸送密度は2144人であるが、新幹線札幌開業時では1493人に減少し、観光入れ込み客数の増加や待機化、多頻度化、あらゆる手立てを講じても大幅な収支改善は見込めない状況。鉄道の運行経費への国の支援制度がない。災害時における貨物の代替ルートとしての活用が見込めない。さらには鉄道を廃止した場合の施設撤去費や災害発生時の復旧費といった潜在的なリスクなどを考慮すると、小樽市、余市町、道の3社で鉄道を運行することは困難である。余市小樽間のバス運行については1日121本が運行されており、バスダイヤの一部改正やバスの増便などにより朝晩の利用の集中する時間帯を含め、現在鉄道を利用している方がバス転換後も移動できることを確保していく。病院、学校、観光地といった目的地に直行するバスルートの設定や高速道路の活用による使用時間の短縮はもとより、バス停留所の集約といった交通拠点の整備、バスロケーションシステムの導入、交通ネットワークの整備など利便性向上に向けて取り組んでいくことが重要となる。これまでに何度も説明されてきたことですが、国の支援なしでの鉄道存続が不可能である点、バスで代替可能であるという点が判断されました。これまでの並行在来線においてはその大半が貨物ルートであったため、貨物調整金という微妙なさじ加減が可能な国からの支援がありました。長万部小樽については貨物ルートにはなり得ないことが JR 貨物からも明確に発表されていますので、貨物調整金が使えないことが財政上の最大の障害となり、一般の国の第三セクター鉄道に対する支援策の中でやりきらなければならず、多くの制約があったと考えられます。とはいえ、例えばひたちなか海浜鉄道は輸送密度1773、路線距離は 14.3km と余市小樽に状況は非常に似通っています。もちろん気象条件を考えましても冬の寒さが全く異なるため維持費は大きく異なるでしょう。しかしながら鳥取県の若桜鉄道では輸送密度383という数値でも路線は運営されており、そう考えると仮に輸送密度を北海道新幹線開業時の想定である1493としても絶対に維持できないというレベルではありません。結局のところ北海道にそれを成し遂げるだけの財政的な余裕がなかった、もしくは余裕があったとしてもそこに予算をかけるべきではないという判断があったということです。またこの区間を北海道の積極的な援助によって存続させると、道内にある他の赤字ローカル線の存廃議論への影響が大きいと考え、鉄道維持に対して積極的に関与しなかったとも考えられます。次に小樽市長からの報告です。小樽市としてはこの間、鉄道バスそれぞれのメリットデメリットについて検証してきた。
今北海道から説明があった通り、今後の人口推計や鉄道施設保有による将来負担、国の支援がないことなどを考慮すると鉄道維持は難しいということで、バス転換を容認する判断をした。塩谷駅周辺の住民は今まで鉄道を利用していたので、今後のバス転換にあたっては沿線住民の利便性を維持することについて協力を要請した。小樽にとって利便性が下がるのは、この文中にはあるように塩谷駅近辺のみということになり、小樽市全体から見れば市内の限られた地域の問題ということになります。これが仮に札幌方面への路線の損害ということになれば、小樽市にとって非常に重要な問題となり得ますが、与市小樽に関しては小樽にそこまでの受益がないということは明白です。そして与市町長からの報告です。与市小樽間は高い輸送密度があることから、迅速に大量に輸送が第一条件。バス転換にあたって利用者の便益は迅速性の観点から下がる。しかしバスの速達性を確保するということについて、道としても努力することを確約してもらった。多くの人が鉄道を利用している中、バス転換となると多くの人がバス停で待つこと、渋滞の発生など様々な要因の発生が想定される。それに対しても与市町において新たな交通拠点や交通ネットワークを整備するということ、道としても最大限努力していくことが確約された。この2点をもってバスで転換することによって鉄道をやめることの便益が下がらず、むしろ地域住民や訪問者の利便性を向上させることも可能になるという判断で、今回バス転換に同意した。要するに北海道は鉄道並みの迅速性、渋滞を極力防ぐ交通ネットワークの整備、そして与市町内に多くの人がバスを待つことができる交通拠点を設けることを与市町に対し提示し、与市町はこれを受け入れたということになります。ここから質疑応答になります。まず北海道テレビは与市町に対し鉄道存続を訴えてきたが、バス転換受け入れは利便性以外の財政負担もあるのかという質問。これに対し与市町長は、もちろん財政負担も理由にはある、地域の交通は地域で考えてほしいとはいえ、地域の沿線自治体だけで考えられる問題ではない、公共交通機関の問題は国も巻き込んだ議論が必要だと思っているが、国からの支援がなく、道、小樽市、与市町だけでこの路線を運行するというのは財政的に困難、本州のさまざまな鉄道を視察するなどしているが、ここよりも輸送密度が断然低い路線でも運行されているところがあるので、北海道が抱える悲劇と言わざるを得ない。先にも述べましたが、鳥取県と沿線自治体が援助する若狭鉄道では輸送密度400以下で維持されています。結局北海道にそれだけの財政的な余裕がない、もしくは北海道がそこに予算をかけるべきではないと判断したことが一番の理由ではないでしょうか。引き続き北海道テレビからの質問です。鉄路維持ができない悔しさが残ると思うが、バス転換によるメリットの方が大きいについてどうか。これに対して与市町長の回答は、尻別地域は可能性の塊でしかない、新幹線の新駅もでき、高速道路も延伸し、札幌から非常に近いエリアなので、資源に恵まれた地域の並行在来線がなくなるということは非常に残念。しかし新駅や高速道路へのアクセスを確保していくことによって住民の利便性を高めることができると考えているし、来訪客にとってもきめ細やかな訪問ルートの設定が可能となるなど、新たな交通ネットワークの構築ができる。悲しい側面もあるが、未来志向で地域の沿線自治体の首長が一丸となってこれを乗り越えて良い地域にしていきたいという思いは沿線自治体の首長もどうも同じ。これは町長の本心かどうかは別にして、他の自治体に対する配慮を見せながら前向きに考えていくという非常に型通りの回答かと思います。次に北海道新聞より、長万部与市の沿線自治体よりも遅れて今日判断が決まったところだが、その要因についてどう考えているかとの質問。与市町長の回答は、費用便益分析を行った際に、小樽長万部間全体であれば大幅な赤字なので明らかにバス転換が有利、輸送密度が2000を超えている与市小樽間に関しては競っていると思っており、バス転換により速達性の観点から利用者の便益が下がるが、下がった便益をバス転換前までに戻す議論が必要、それが確保できるかが鉄道維持にこだわった理由。費用や便益の分析の観点から、これだけの輸送密度がありながら廃線の危機に瀕しているというのは全国見渡してもないレアケースだと思うので、この点からも慎重な考慮が必要、与市小樽間で時間がかかったのは当然の帰結。続いて小樽市長の回答は、この問題は大変重要な判断が伴うので、
地域の住民、経済界、市議会に丁寧な説明をし、理解を求めていくことが大切。地域住民には二回りの説明会を行って、時間を費やしてきたため、他の自治体より判断に時間を要した。そして北海道の回答は、ブロック会議で余市町が鉄道を選択、小樽が保留。鉄道はつながっているので、起点と終点の市町村がやる意思がなければ難しい。国の支援がどうなのか再確認のほか、バスにした場合の利便性確保についての再点検が必要だった。例えば、塩谷地区の住民の足の確保、余市町の拠点となる駅の活用についてなど、両首長から要請があった諸条件について整理する必要があり、時間がかかった。まず余市町ですが、分析を踏まえて慎重な判断が必要だったために時間がかかった。つまり、本当にバス転換しても問題ないのかを考える必要があったということです。小樽市は説明理解を得るために時間が必要だったとのこと。つまりバス転換が最初から想定されており、それを住民や議会にいかに納得してもらうかという作業に時間がかかったということです。北海道は余市と小樽の鉄道維持に対する考えに違いがあったのでできなかった。つまり小樽市が鉄道を維持するという姿勢になればもっと突っ込んだ話になっていたのでしょうが、余市小樽の鉄道維持については余市町と小樽市で受益に差があることはもともと分かっていたことではあります。その他北海道は国に対する支援策の確認や調整に時間がかかったとのこと。続いて NHK から余市町に対する質問です。道と確約を取ったとのことだが、速達性の確保、交通拠点の確保の2点は具体的にどういう約束なのか、補助なのか。これに対し、今回確約してもらったこととしては迅速性の確保で、高速道路の活用などでその通学に要する時間を鉄道と変わらないようにすること、余市駅をバスターミナルのような交通拠点として整備すること、渋滞を回避すべく道路網の整備に最大限努力いただくことの確約と回答しています。ここでは質問者も余市町長も確約という言葉を使っています。これにより北海道は高速道路を活用したバスの迅速性の確保、余市駅のバスターミナル整備、余市小樽の道路整備の3つの条件を確約したというような前提で話をしています。引き続き再び NHK から、最終的な決定はブロック会議だと思うが、今日の三者会議の結論で実質的に長万部小樽間は廃線の方向ということで良いかとの質問。これを受けて北海道交通企画官は、私が決める問題ではない。今日の結果を近く開催するブロック会議で報告して、全首長の判断をいただきたいと考えている。と回答するも、NHK は食い下がり、実質的にこれで方向性が決まっているという考えでよろしいか、と念押し。北海道交通企画官は、今日の結果は余市小樽間について鉄道を断念してバス方式にするということに尽きるかと思う、と回答。引き続き NHK は、ではそのブロック会議はいつかと質問。北海道交通企画官は、できるだけ早く開催できるよう早速日程を調整したいと答えるにとどめました。実際に並行在来線しりべしブロック会議を開き、そこで全ての沿線自治体の合意を得てからバス転換が決定というプロセスを踏まないといけませんので、北海道交通企画官はこれ以上のことが言えないのは当然ではあります。ただ現実問題として他の自治体が反対する理由もなく、これで長万部小樽全線バス転換決定と言っても過言ではありません。続いて北海道新聞からの質問です。次のステップとして前倒しも含めたバス転換の時期や、それに伴う JR 北海道からの支援がテーマになってくると思うが、現時点での考えは。これに対して北海道交通企画官は、ブロック会議で確認したバスルートについて、これからバス会社と具体化していかないといけない。車両購入などバス会社にどういう支援をしていくのか。しりべしでは冬が厳しく、停留所として屋根のあるところが必要だと思うので、現役を活用した待合所を作るため、JR と建物や土地の譲渡方法を詰めるといったことをやっていかないといけないと回答。小樽市長と余市町長は共に同じ考えで、並行在来線の経営分離は新幹線の開通時として合意されており、前倒しとなると沿線自治体との協議が必要となってくると思うので、この時点でその関係に言及することは難しい。 JR の支援についてはこれからの話で、ブロック会議の中でも議論になっていく。仮に前倒しとなると、余市町が確約してもらったバスの迅速性、道路整備、バス拠点の建設が前提となります。ただこれはすぐに実行できることではありません。
また北海道は北海道中央バスやニセコバスとの交渉調整が必要となります。ドライバーや車両の手配はもちろん、バス路線のほとんどが赤字路線になることは明白で、バス会社への補助の枠組みの構築も必要で、なかなか大変な作業となります。さらに大事なのは、 JR 北海道が鉄道を運行する限り、自治体が運営資金、つまり財政負担はありません。しかしこれがバス運行となると、金額はともかくとして自治体の負担が生じます。今回各自治体が鉄道維持ではなくバス転換となったのは、毎年生じる財政負担で、鉄道とバスの差があまりにも大きかったことが最大の理由です。もちろん前倒しするのであれば、少なくとも北海道新幹線が開業するまでの期間において各自治体の負担をゼロにする必要があり、これについては JR 北海道が負担することも十分に考えられます。そして JR 北海道においても、鉄道を走らせ続けるよりも代行バスにした方が安く済む可能性があり、 JR 北海道が負担しての代行バスという形に落ち着くかもしれません。しかしそれにおいても、先ほど述べたように、特に与市小樽に関しては、現在の鉄道と同等の迅速性、大量輸送が必要ということになります。引き続き北海道新聞が、今日は合意文書のようなものは交わしたのかと質問。これに対して北海道交通企画官は、文書は交わしていないと回答。北海道新聞は、口頭の確約ということだが、これで大丈夫だという判断かと質問。これに対して与市町長は、もちろん書面で合意できる方が良いが、さまざまな部局があり、調整に時間も相当かかるため、このようなぶら下がりの場で確約してもらったことを発信しており、これはさすがに保護できないだろうということを念頭において発信している。つまり与市町長は、この公の場での発言に責任が伴うこと、約束が保護にされないように念押ししたという形になっています。続いて読売新聞が、速達性は高速道路ということでイメージできるが、先ほど言っていた交通拠点の確保とは具体的にはどのようなことかと質問。与市町長の回答では、全く決まっていないが、先ほどどうも言ったように、例えば新しく作るか活用するかは未定だが、与市の現駅舎を活用したターミナルのような交通拠点について、バスの便数が積丹方面や南方面など多岐にわたるため、利便性を向上する上でも地域のローカルバスターミナルが必要だという議論が出てくるので、地域の利便性を確保する上で必要な施設は整えていくというイメージ。与市小樽間のシャトル便というものもあるかもしれないし、さまざまなルートの設定が出てくると思う。それを受けて読売新聞は、そうすると与市小樽間だけの話ではなく、来訪客や積丹観光の話もあるが、与市を交通の要衝として格上げするイメージを持っているということかと質問。与市町長は、事実上北尻部市の交通拠点となっているので、その利便性を確保していくということと回答。これについて北海道と与市町の間で若干考え方に違いがあるかもしれません。北海道は与市町内におけるバスの拠点という捉え方をしているかもしれませんが、与市町長は北尻部市の交通拠点、つまりバス路線のハブ化との考えを示しています。与市町長は北尻部市というふうに地区を限定しておりますので、倶知安方面などはここに含まれないと思います。実際のところ、尻部市自動車道が倶知安まで開通すると、倶知安、岩内、仁木方面からのバスが現在の与市駅に立ち寄ると迅速性が下がるため、南尻部市というのはここでは含まれておりませんし、これを含むと他の自治体からの賛同を得ることは難しいと考えられます。しかしながら、バス会社サイドに立ってみると、ドライバー不足は相変わらず大きな問題であり、今後人口減少により路線ごとの収支が悪化していく可能性があります。そうなると、途中で各地からのバスを集約する拠点を設置し、数台のバスの乗客を1台にまとめるというような方法も十分に考えられます。与市にバスの拠点を集約するという発言は、そうした考えによるものではないかと推測しています。ただ尻部市各地区の拠点を与市駅ということにしますと、地理的に若干問題があります。この場所についてはどこになるかはともかくとして、ドライバーの数の問題、今後の人口減少を考えると、各方面からのバスの集約というのは将来的に必要になるのではないかと思われます。続いて共同通信からの質問です。迅速性は確保できる確約が取れたということだったが、大量輸送も確保できるという考えか。与市町長はこれに対し、バス転換することによって実際乗れない人が出てくるという事態は避けなければいけない。
実際の数値を見せながら道とも詰めた結果、バスの増便などを行うことによってきちんと輸送定員を確保していくということで確約を取れたので、合意の一つの条件はクリアしたと言えるかと思うと回答。これについてはこれまで何度かシミュレートが行われており、バスの数を揃えれば大体は可能でしょう。ただ鉄道とバスでは車内空間の広さが全く異なるため、これまで鉄道を利用していた方々が快適に列車のように移動できるかどうかは別の問題だと思います。このあたりはルートの設定、バスの運行本数などによって乗客の皆さんの受け止め方は変わってくると思います。引き続き共同通信からの質問です。北海道はレアケースで、他県では2000人以下の路線も残っている中で北海道の厳しさがあるというのは、具体的にはどういうところに難しさがあるという考えか。これに対し余市町長の回答は、 JR 東日本や JR 東海と比べて JR 北海道は厳しい経営状態というのがあると思う。他の地域ではほとんど乗っていない路線でも健全に運営されているところがあるが、ここの場合はこれだけの人員が乗っていながら廃線の危機にあるということ、これは国全体の交通政策に関わる話だと思うが、北海道の抱える辛い側面について今回のケースでは目の当たりにしたところ、 JR 北海道の経営が厳しいというのは間違いありませんが、仮に余市小樽が JR 東日本の管轄であったとしても、この区間は経営分離されていたと思います。例えば信濃鉄道の2019年度の輸送密度は5328であり、余市小樽を大きく上回りますが、これでも経営分離されています。どの JR でも同様かと思いますが、おそらく輸送密度1万を超えるような路線でない限り、在来線は経営分離されてしまうと思います。続いて朝日新聞からの質問です。沿線住民に説明をしていく必要があるとのことだが、もう沿線住民の理解を得たのか、それとも今後説明会を開いていくということなのか。小樽市長の回答は、基本的にはこの間の市の考えについて3月17日に閉会した第1回定例会で説明をして、議会の皆さんからはバス転換やむなしという反応を得たので、それをもって考え方をバス転換に決めたわけだが、そこの部分は地域住民には説明をしていないので、この後市がバス転換に至った経緯や今後バス転換した場合の地域住民の利便性は道と協議しながら確保していくという話、あるいは住民説明会を行ったときに鉄道がなくなることによって地域振興策の提案を受けているので、ステージは違うが、そういう話も市としては耳を傾けていきたいと思っている。再び朝日新聞から、説明会を市の方から開催することはないのか。小樽市長は、行うときは市から地域に対しての説明会を開催する旨の告知はしていきたいと思う。そして朝日新聞が余市町長に対して、鉄道を残したいという町民の意見があったかと思うが、今回の決定は小樽市と同じように説明していくのかと質問。余市町長は、今のところその予定はない、説明する場として特別委員会を持っており、そこから住民に伝わるような体制になっている、そのため特別委員会に報告することで説明していくということになる。今回の方向性に関しては事前に委員には余市としては身を取っていくが、それが合意できなければ妥結しないということは言っていたと回答。再び朝日新聞、町民の皆さんに直接は、余市町長、今のところ予定はない、今後検討していく。これは私の個人的な見解ではありますが、住民への説明、意見を聞く場は必要だと思います。説明会を開いてもそれほど多くの人は集まらず、住民の皆さんの大半はこれまでの説明会の参加人数を見てもそれほど関心が高いとは思えません。ただバス転換が事実上決まったわけで、現在の鉄道利用者がどのようなルートを希望するのか、そういった意見を取り入れる場があっても良いと思います。しかしながらこれは説明会ではなく、住民からオンラインのアンケートのような形でも良いとは思います。次は北海道新聞からの質問です。バス転換という方向性になり、道の試算では増便も出されているが、バス事業者も4月のダイヤ改正で減便があるほか、赤井川で廃止、こうした乗務員の確保が難しい状況の中、担保できるとあったが、バス事業者との協議がない中で本当に利便性を確保していけるのか。これについて北海道交通企画官は、担保するということではなくて、輸送をしっかり確保するために、そこはこれから中央バス、ニセコバスなどとしっかり詰めていくことが何より大事なことだと思うと回答。小樽市長の回答は、今日の三者会議の中でもバス転換にあたって将来的に乗務員の確保ができるか議論になった、
ただ北海道からも話があった通り、しっかりここを詰めていくと約束してもらったので、道とバス会社の協議に委ねたい。余市町長は、私も同じ考え。こうしたパブリックな場できちんと利便性を上げていくということを広く発信したわけなので、これで仮に達成できなければ、北海道も批判を相当浴びるだろうし、我々も批判を浴びるわけなので、確約した以上はきちんとやっていくということ。北海道交通企画官は担保するということではなくてという部分を明確に否定し、しっかり詰めていくことが大事としています。つまり全力で頑張りますができないことがあるかもしれないというようにも捉えられます。それに対して小樽市長は道とバス会社の協議に委ねると型通りの回答です。余市町長はパブリックな場で広く発信したので仮にできなければ相当な批判を浴びるとして確約した以上はやってもらわないと困るというような形で念押しをしていると思います。引き続き北海道新聞からの質問です。冒頭合意事項を読み上げられたがこの中には基本的に道の考え方も含まれているのか。北海道交通企画官の回答は3社の考えとなっている。それを受けて北海道新聞、以前3社協議の場で余市町長の意見を受けて公共交通に対する道の方針について3社協議の場で説明していきたいと発言されたかと思うが、道の考えはどのようなものなのか。対して北海道交通企画官は、北海道交通総合指針という中でこの路線は地域と協議して地域交通を確保するということになっているので、町長にもお話しした上で3社合意の内容は一部道の考えもあるが、市長町長の考えも織り交ぜながら作っているのでそれぞれの考えが一致した。引き続き北海道新聞は、道からリーダーシップを取って結論を導いたというよりは自治体に判断を任せた、判断してもらったという状況か。対して北海道交通企画官は、我々の方から一定の叩き台を示しながら両首長の意見を踏まえてまとめているので完全に任せたということではないと回答しています。北海道新聞の質問者の意図は、北海道は今後の公共交通の在り方をどう考えているのか、今回北海道が望む形に議論を進めたのではないかというような意図を含んで質問したのではないかと思いますが、北海道は自治体と相談の上この結果を導きましたとしており、やや明確な回答をしていないとの印象を受けました。次は読売新聞からの質問です。冒頭の説明で今後バスを中心とした交通ネットワークという表現があったが、この中心としたという表現にバス転換以外のものがあるのか。これについて北海道交通企画官は、場合によってはタクシー会社にお願いする部分が出てくる可能性があるのでバスを中心としたとしています。確かにバスですら過剰と思われる区間があるのでタクシーで代替となる可能性は十分にあると思います。続いて再び北海道新聞ですが、余市町長に対する質問です。バス転換の容認をどの段階で判断されたのか、小樽が容認したということが方針転換の決定打になってしまったのか。これについて余市町長の回答は、バス転換容認については本日の3社協議をもって決定した。私の決め手は余市が身を取れるかに尽きる。利便性の向上や交通拠点、交通ネットワークの整備などについて努力を確約してもらったので容認できるのではないかと判断した。さてこの回答ですが、もちろん仮に小樽の態度が決め手となったとしても、さすがにこの場でそう答えることはないと思います。また小樽市がバスを受け入れることは随分前から予測できていたことです。余市町長としてはいかにこの議論に対して国を引っ張り出せるかということと、何らかの資金を調達する方策を検討してきたと思いますが、それが難しいところにこれ以上話を引っ張るよりも、北海道と協議をしてそれなりの条件を引っ張り出すことに専念し、それがある程度達成できたので今回の容認ということにつながったのではないでしょうか。再び北海道新聞からの質問です。輸送密度が2000人という点に関し、令和元年度の協議でどの程度の人数がいれば輸送可能かという発言を受けて、余市小樽のみ鉄道という案が出てきた経緯があり、この案で住民は鉄道が残るのではないかと期待値が上がったと思うが、この案は町長にとって武器になったのか、それとも足かせになったのか。これに対し余市町長の回答ですが、どの手段の交通機関が一番合理的かという判断になるが、感情で判断するのではなく論理的な構成としてデータに基づかないといけないので、その点のデータが必要だった。それをもとに判断をしたわけだが、実際の数値を見ながら ROI、
これはリターンオンインベストメントの略称ですね。費用対効果という意味ですが、これを見た際にバス転換と鉄道でどのくらいの輸送密度があれば鉄道に分があるのかの前提のない中で今まで議論が進んでいたので、その数値を得たことは議論を深める上で良かったと思う。他方で日本全体の公共交通政策を見据えた際、このくらいの数値があったとしても線路がなくなってしまうということがあり、地域によって状況が違い、2030年に輸送密度1493人であったとしても残る路線も多々あるかと思う。国でもローカル線の議論が始まったが、ローカル線の役割に関し国の議論の俎上に乗せる上でも効果があったのではないかと思っている。確かに鉄道を維持するか否かという明確な線引きはなく、地域によって状況は異なっています。先ほども例に挙げたように、ひたちなか海浜鉄道は輸送密度1700ほどで維持されていますし、結局のところその都道府県沿線自治体の考え方に大きく左右される部分があります。与一小樽については、ひたちなか海浜鉄道とは異なり並行在来線ですので、他のローカル線の損廃とは事情が全く異なります。確かにローカル線の検討会において一つの指標を示したかもしれませんが、今回の件はむしろ新幹線駅ができる場所とできない場所の格差をより明確にし、並行在来線は維持されるのが当然といった考え方が根本から覆されたということで、今後仮に新幹線が計画されるようなことがあれば、その実現のハードルが非常に上がったのではないかと思います。さらに北海道新聞からの質問です。鉄路維持に巨額の赤字負担の試算が出ていたことについて、事実上道と小樽と与一で払うのは難しいと思うが、財政的な部分でどうか。これに対し与一町長の回答は、本件は公共交通機関を国全体でどう考えるかにもよるが、もちろんコスパ度外視で維持しないといけない路線もある一方で、 ROI 費用対効果ですね、これを見据えて廃線するという議論にもなりうる。国全体で方向性が定まっていない中、このような輸送密度が多い路線がレアケースとして議論の俎上に残った。別の運営主体であれば別の判断があったかもしれないので、現実問題として国の支援がない中で北海道、小樽市、与一町だけで赤字額を負担してというのは無理な話。それを受けて北海道新聞は、それを覆すのは難しかったということか。与一町長は、今のところはその通り。そして小樽市は、初期投資で約45億円、年間で約5億円の収支不足が見込まれることについて、北海道、小樽市、与一町の3社で負担していくことは財政的に難しいということと、将来人口が減っていく推計がある、維持するのは難しいということ。もう一点は新しいバスルートが提案されており、塩屋から最上町に抜けるショートカットする路線が示されているので、それで便益も確保でき、十分バスが鉄道に代わりうるという判断でバス転換を容認するという立場を取った。さらに北海道交通企画官は、繰り返しになるが、まず両首長の判断があった上で、全道の鉄道も同じだが、国の支援のない中で地方だけで維持するというのは極めて困難であると。最後まで粘ったが、国からの支援がないという回答だったので、代替するバスの利便性をできるだけ落とさず、さらに利便性を高めることで代替が可能と判断し、こういう結論になったとご理解いただきたい。このようにニュアンスは多少異なりますが、初期投資45億円、年間5億円を北海道、小樽市、与一町だけで負担するのは不可能という判断です。第三セクターを運営していく上で、国の支援が全くないというわけではありませんが、やはり繰り返しになりますが、貨物ルートではないということが最大の障壁だったと思います。貨物があれば国としても援助する大義名分が立ちますし、自治体はそれで初期投資や運転資金の援助に充てることができます。今回の件はこのように貨物がなかったことによる国からの財政支援の少なさ、北海道の鉄道を維持する考え方の問題など、いくつかの要因が絡み合っての全線バス転換の結論となりました。今回の報道機関に対する質疑応答は以上となります。今後の焦点は、特に倶知安町が望むバス転換の前倒しが可能になるかどうかということになります。ただ、先ほども述べましたように、バス転換前倒しであるならば、各自治体の負担の問題、与一町をはじめ各自治体が望む交通体系が用意できるといった条件、これらすべてが整った後ということになります。次回以降の知りべしブロック会議において、こうしたことが検討されていくのではないでしょうか。ひとまずバス転換ということで区切りではありますが、地域の交通体系を考えていく検討はまだまだ終わりではありません。それでは今回も最後までご視聴いただきありがとうございました。
次の動画でお会いしましょう。さよなら。